ポケダン。チャプターファイナル。始まりの木と雲と。待って。これ結構長い？これ結構長い？まあ、いいや、やっちゃおうか。長かったら動画分けるわ。短かったらこのまま行くわ。ここは。わあ、これって。マジ起きて早く。ってもしかしてマジダメダメだマジ。マジよかった、心配しちゃったよ。ティラミス、ここはマジ見て、これは、あらまあ虹色のキラコって。やばい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 、発作が出た、発作が、虹見た時の発作が出たわ。あーすごい綺麗な木だな、これは。これはもしかして生命の木？うん、私もそう思った。彼は枯れ果ててた姿しか見てなかったからわからないけど、多分生命の木なんじゃないかな。こんなにでかくて目立つような木、なんでみんな気づかなかったんだろうね。あんまそういうとこ触れちゃダメだよね。生命の木がこんなに綺麗に、すごいよね。いろいろな色の光でキラキラしてて、もともとこんなに生き生きとしてきてたよね。あれはこっちに向かって。何これ、何これ、ゼルネアスか、お前か。わあ、なんか出てきた。君は？私はゼルネアス、生命の木の化身です。生命の木の？はい、ここは始まりの森、そして生命の木もこの世に復活しました。すべてはあなたたちのおかげです。じゃあダークマターは消滅しました。憎しみは飛び散ることなく、その場で安らぎへと変わっていき、光となって消え去りました。え？あ、じゃあもうあれか、ありがとうって言って消えてったってことか。本来だったらバラバラに散って、なんかいろんなとこにまた次の世代に受け継がれるものが、またなんかそこで浄化されたのか。それより、星と太陽の衝突もまた、免れたのです。いや！そうです。あなたたちのおかげで、世界は救われたのです。本当にありがとうございました。マジ？ティラミス。やったよ！私たちやったんだ！本当に、私たちやったんだ！誰？何？ティラミス？あ、マジ？危ない！はい、何ですか？あー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 あら、ジラチたち降ってきちゃった。避けたのか？いて。ああ、無茶だよ。あんなに強欲いっちゃ。ジャッジ？セイビも。ティラミスに抱きつきに行ったんだけど、スピードが出すぎちゃったみたい。おてんばか、お前は。でも、やったね、ティラミス、マシ。二人とも、ほんとすごいよ。ほんとにダークマターを倒すとはね。ジャッジ、セレビありがとう。でも、ニキとも何で知ってるの？アルセウスがみんなに伝えてくれたのですよ。アルセウスが？うん。世界中のポケモンに向けて発信してくれたんだ。この星は守られたって。実際、世界を覆ってた闇も晴れたし、太陽も普段と変わらなくなったから、おい、みんな喜びだよ。そんな一瞬で離れたの？結構な力じゃない、それ。そうだったの。そう。だからさっきもこうして喜んで抱きつこうと。あれ？なんで受けるの？だから、ジラーチは勢いがありすぎるんだってば。はっきり言ってそれ、体当たりだよ。もはやセミタックルのレベルだよ。そうなの？うん。喜んでくれるのは嬉しいけど、体当たりされるのはちょっとね。すごい冷めてる。すごい冷めてる。いや、体当たりされるんか、結局。あれ？変ですね。すごい、これバカばっかりか。
テラミスに抱きつこうとしたんですが、一体どこに？え、電流？あ、マシー。危ないで、じゃあ。あれ？今度はマシーが。電流さんの後ろですよ。ニャスパー。マシー、やりましたね。ダークマターに打ち勝つとは、相当な困難があったと思います。それでもよく世界を、本当によく頑張ってくれました。ところでティラミスは？ティラミスはどこに行ったのでしょう？ふっと、結構吹っ飛ばされたな。あそこですよ、電流さん。あら？倒れてますね。どうして？さっき電流さんが突き飛ばしたんですよ。え？私が？電流って方向音痴関係ねえだろう、完全にそれに至っては。しかもよくぶつかりながら歩いてるし。ティラミス、ごめーん！ね、急にさ、若いんだけど、電流。急に若くなるじゃん。ごめーんって。大丈夫ですか？うん、大丈夫。ちょっといじけて少しの間倒れてただけだし。ただいま、電流。ティラミス、本当によくやってくれました。ダークマターを倒すなんて。ありがとう、電流。ふん。なんか気持ちいいな。ね、もっと褒めて。ね、もっと。あ、調子こいてるね。調子こいてるねって。調子に乗ってる、乗り出したねとかじゃなくて、調子こいてるねなんだね。ちょっとおもろいな。今回はみんなの力を合わせたから、生命の気も上昇も止められたんだよ。うん。それは絶対忘れないよ。みんなの力で、みんなで世界を救ったんだよ。だからこそ今せっかくいい気分なんだから、もうちょい浸らせてよ。私たちは世界を救ったんだ。すごい。本当すごいよね。まあいいことではそうやって自分を誇れることはね。ねえマシー。はい。マシーも一緒に浸ろうよ。え？え、自分？あはは。マシーはそういうの苦手みたいだね。急に言われてもね、困るわな、こっちも。ティラミスのドヤ顔はあまり好きじゃない。おいおいおい、近くにいるんだぞ。近くにいるんだぞ。でもよかった。二匹とも、よく無事で。ニャスパー。ニャスパー。これは、出んねえか？久しぶり、さっきやったけど久しぶりにこの声やるのか？調査団ガジェットが鳴ってますね。調査団ガジェットを取り出した。誰か！聞こえますか？出てんね？出てんねなの？ティラミス！無事だわね！よかった！いやー、久しぶりにこの声出した。結構しんどいね。マジよ！僕はここにいます。いますよ。ここに。始まりの森に、私たちと一緒に。あ！団長！はい、団長です。ジラチも一緒ですよ。みんな無事です。それは出てんね。こっちで連絡が取れるってことは、あ、石から魔女に戻れたの。古代遺跡メンバーの、古代遺跡の調査メンバーのみんなも、くじいた滅びっぷりでも、デデさんにラーケンもさっき連絡が取れたし、ペロッパフに連絡したら、ちょうど世界一を食べてたみたい。あ、すげえお気楽だな、やっぱり。みんな無事、これもティラミスとマシーのおかげよ。やばい、すごい、しんどい。本当にありがとう。いや、どうもどうも、いいです。もうちょっと喋るのやめてもらっていい？むしろ誰かに代わってもらっていい？よかった。本当によかった。あの時の。あったね、こんなこと。トラウマだったな。うん、ティラミスからしたら、目の前でいなくなるんだもんな。でね、私たちはいいから、私たちのためにもここを出て。あの時は助けることができなくて。謝らないで。その後ティラミスたちが頑張ってくれたから。こうしてまた話せるわけだし、団長、団長ち、これから調査団に引き上げます。了解ですよ。お互い帰ってからまた喜び合いましょう。わかりました。では。ああ、やっと黙った、やっと黙った。あんなに急に喋られるとさ、もういな、ここまでのストーリー分全部喋ってきたまで疲れてるわ。他の石になったポケモンもみんな元に戻ったみたいだよ。じゃあインティア、エンティたちや、ラティアスたちや、村のみんなや、おじいも、よかった。もう私ダメ。もう、よ、頑張ってよ。
よく頑張ってあんなにね。頑張った本当に。いろんな感情が今になって吹き出したんでしょうね。そっとしておいてあげましょう。ゼルネアス完全空気なんだけど大丈夫、あんなに堂々と凛々しく立ってるけどほとんど空気なんだけど。さてと、それでは皆さん、もうしばらくしたら帰るとしますか、ワイワイタウンに。こうしてマシーたちはワイワイタウンへ帰ってきました。帰ると町のポケモンたちの祝福でもみくちゃになり、また調査団のメンバーとも再会し、世界を守ることができた喜びをみんなで分かち合いました。そして数日後、ニャスパー、ありがとう。おかげでいろいろ助かりましたよ。そんな、ギバがなかった私に声をかけてくれましたし、こちらこそたくさんお世話になりました。気をつけて帰ってくださいね。そしてマシーとティラミスも。うん、愛してくれてありがとう、天竜。穏やか村の皆さんによろしく伝えておいてくださいね。うん、じゃあ行ってきます。あー、いいね。気をつけてね。ゆっくりしてこいよ。平和になったこと、そして調査団長である電流の計らいもあって、マシーとティラミスはお休みをもらい、あ、みんな元気だ、すごい手振ったりしてる、穏やか村に帰ることになりました。もともとニャスパーは帰る予定でしたし、村のポケモンたちが無事なのは分かっていても、やっぱり心配ではあったので、少しの間ですが帰ることになったのです。ここに立って初めてワイワイタウンを見たときはすごく新鮮な気持ちだったけど、うわ、なんかすごい懐かしいね。今見るともう随分時が経ったような気がするよ。あのね、動画撮り始めてからだとだいぶ経ったと思うよ。うん、僕の投稿の頻度がすごい遅いからみんな石から元に戻れて本当によかった。もしティラミス、改めて言うね、世界を救ってくれて本当にありがとう。それにしても不思議ね、村にいた時マシーが人間だったってことは聞いたけど、あのミュウって言ってたっけ、古代のポケモン、そのミュウに呼ばれて、まさか大昔にもダークマターと戦っていたなんて。うん、本当そうよね。私もテレビから聞いた時はびっくりしたよ。それについては自分も記憶がないから何とも言えないけどね。覚えてるかどうかはともかくとして、マシーはちゃんと使命を果たした。昔も今もマシーは世界のピンチになると必ずやってきて危機から救ってくれる。マシーは私たちにとってヒーローなのよ。あー、すごい、なんか不思議じゃないけど普通に嬉しいな。ありがとう。それは忘れないでね。そうよ、マシーは私にとってもヒーローなんだよ。だからもっと胸を張っていいんだよ。ほら、こんな感じで。ティラミス、その顔やめてヤスパー、その真顔で言うと結構怖いからやめてあげて。私あまり好きじゃない。なんでありがとう、ヤスパーティラミス。あれ、ちょっと待てよ。自分は大昔にもこの世界に来ていて、ダークマターと戦った後人間の世界に帰ってる。きっとポケモンの世界での役目が終わったからだ。あ、そっか。じゃあ俺ももうさよならバイバイってことか。だったらダークマターが消滅して世界が平和になった今、この後自分はどうなるんだろう。役目が終わった今どうなるんだろう。やっぱり人間の世界に帰ることになるのかな。ここを離れて、もしかしたらみんなとお別れすることに。え、無視？なんか冴えないね。思い詰められていたようだけど大丈夫？んー、ちょっか、大丈夫ならよかった。ともかく早くみんなと会いたいね。行こう。いや、いいね。谷を渡り山を越えて、マッシーたちは
穏やか村へと帰り向かいました。そして帰ってきた。ついた穏やか村。ねえ、私たちが帰ってきたのを知ったらみんな驚くかな。誰もいないんだけど。みんな帰ってき。あれ、誰もいないね。どうしたんだろう。誰、みんな、マシティラミスニャスバー、おかえりー。そんなみ、あー、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た。あー、いっぱい来た。隠れてたの、こいつら。答え、帰るタイミング分かってたの。あー、のかえりなさい。ヌメラ、久しぶり。な、なんで私たちが帰ること知ってたの。あー、ニャスバーが教えたのか。ニャスパーが教えてくれたんだ。ニャスパーが?それでみんなで驚かそうって話になって。え、な、何なの?ちょちょちょ、黙ってたの?うん。しきじかと話して、そんな流れに。たとえニャスパーさんが教えなくとも、皆さんが帰ってくるのは分かってましたよ。隠れ音商店の情報網は侮ってはいけません。わーい、校長、久しぶり。俺、どんな声でやってたか忘れちゃった。ともかく本当によくやってくれました。2匹の活躍で世界は救われたのですから。感動です。また握手の教育は間違ってなかった。多分ね、それは違いますね。私な、多分ねだけに。あいつクソしょうもねえこと言ったな。あいつ、あの顔でそんなこと言うのか。マシー、そしてティラミス、ありがとう。ありがとうです。立派になりやがって。正直お前たちのことは侮ってたよ。ずっと子供扱いしてごめんよ。そしてありがとうよ。ありがとう。すごい変な声出しちゃった。すごい、どこから声出したんだって声出しちゃった今。ありがとうございます。みんな、みんなよかった。本当に踊れて。そういえばこの花さんは、この花で帰ってきたの。うん、こっそりとね。そんな話を聞いてたんだけど。この花さんは出て行った。おじい、村のポケモンたちにみんなに謝って回ったんじゃが、マシにはやはり顔向けできんということで、ちょっと前に出て行ったんじゃ。この花さんものすごく反省しましたし、私たちは何とも思ってません。焦ったんだし仕方ないよな。マシには顔向けできんが、いつか必ず帰ってくるとも言っておった。それをマシに伝えてほしいとも。どんな隔たりも時が解決することもある。待ってやってくれんかの、この花。おいしい、大丈夫だった？心配だったんだよ。ああ、思えば、わしはお前を一度として褒めたことがなかったの。本当の親でもないのに、すまんの、ティラミス。よくやったな、ありがとう。おいしい。おいしい。ティラミス、さあみんな、これからティラミスたちを祝福だ。あー、いやー、みんなありがとう。こうしてマシーたちはたくさんの感激を受けるのでした。感激じゃねえ、歓迎だったわ。平和になった喜びと同時に、この世界に何が起こったのか、みんな話が聞きたくて仕方ない。すごい。いっぱいいる。ミッツァニーとか、モリグーとかもいる。アバゴーラの家には、村のポケモンたちがひっきりなしに集まり、ティラミスの話に耳を傾けるのでした。それでね、マシーは大昔にもこの世界に来てて、ミョウってポケモンと一緒に戦ってたみたいで。その戦いの末、ダックマター星の並びでしょ。そうそうそう、それそれ、星の並び。その星の並びでダックマターは、なんだっけ。おい、頑張れよ。まあ、ティラミスらしいな。うん。みんなの笑い声とともに、話は盛り上がり、楽しい時間が過ぎていきました。そして夜遅くに、やっとお開きになると、みんなは自分の家に帰っていったのですが、
マシーはというと、今この花の家には誰もいないということもあり、今夜はティラミスと一緒にアバゴーラの家に泊めてもらうことになりました。ティラミスの部屋か、懐かしいな。うん、ベッドの用意ができたし、マシ、今日は楽しかったね。でも喋りすぎたせいか、急に眠気が。わあ、ダメ、もう私も寝るね。マシ、おやすみ。すごい、一瞬で寝た。伸びたじゃん。ティラミス、かなり疲れてたんだな。確かに今日は楽しかったけど、この楽しい時間を、いつまで過ごすことができるんだろう。ティラミスやみんなと、一緒に過ごせる時間が、自分はいつ、ここを離れることになるんだろう。昔のことも思い出せないなから、見当もつかないな。自分もちょっと疲れてるかな。横になりながら考えよう。寝落ちするやつだな。そうだよ。そもそも、いつ離れてしまうかよりも、自分はどうしたいか、だよね。自分は、この世界にいたい。ティラミスやみんなと一緒にいたい。そうだよ。自分はこの世界にいたいんだ。だったら、この世界に残れる方法を探せばいい。絶対にあるはずだよ。探そう。明日から。その方法を。気持ちのいい朝。マシはぐっすり眠っているから起こすのも悪いし、ちょっと一匹で散歩でもしてくるかな。あれ？の光は、大きな木のある丘の方に降りてきてる。ねえ、おじい！おじい！あれ？ティラミスがいない。どこ行ったのかな？アバゴーラはいるんだ。おお、マシか、おはよう。だいぶお疲れのようじゃったな。かなりぐっすり眠っておったぞ。ん？ティラミスか。ティラミスなら大きな木のある丘に行ってくるって言うておったぞ。大きな木のある丘？懐かしいな。自分も行ってみようかな。大きな木のある丘ってことはあれだよね。見晴らしのいい高台のところだよね。うわ、懐かしい。久しぶりに来た気がするわ。ティラミス。あ、メシおはよう。メシ、見て。クマが気持ちいいよ。ほんとだ。やっぱ可愛いな。ナイトルがこうやって座る仕草が一番可愛いかもしれん。思えば、何にもこんな感じのクマだったよね。マシと出会ったばかりの頃。私はこの丘で自分の夢を話をした。絆のスカーフを分けたのもここだったし、デニューから調査団見習いを任されたり、2匹で村から出る決意をしたのもここだった。ここはいろいろな思い出が詰まってるよね。懐かしいな。すごい、ほんと懐かしい。そんなのあったね。風も気持ちいいし、ここはいいところだよね。やっぱり自分はこの世界にいたい。よし、ティラミス。もう話しちゃうんだ。もう話すしかないよな、そりゃな。マシーは自分の運命についてティラミスに話した。マシー、この世界での役目が終わったこと、それが終われば人間の世界に帰ることになると思うこと、でもそれでもマシーはこの世界に残りたいということ、それができる方法を探したいということ、それらをマシーは懸命に話した。何より自分はティラミスと一緒にいたい。ずっと一緒にいたいんだ。告白したんだけど、こいつ。俺の意思関係なく告白したんだけど。ありがとう。ありがとう、マシ。ティラミス？マシ、私がなんでここに来たかわかる？この丘に光が降りてくるのが見えたの。光は、ゼルニアスだった。ゼルニアス？ゼルニアスは私を見つけるとこう言ったの。私を起こしに来たって。え、起こしに来たってどういうこと？ゼルネアスが、ゼルネアスがティラミスを起こしに。約束だからっていうの。
ゼロニアスが私と約束？本当は今日からないって思ってたけど、ゼロニアスの角に触れた途端全てが分かった。思い出したんだ。もし私は、あ、だからスカーフが、あー、そういうことか。全然わからんかった。それに至っては何にも考えてなかった。それはミュウ、ミュウだって。うん、テレビに今回の戦いは私の戦いだと思うって言われた時、なんかそんな気がしてたし、それから吹っ切れた感あったけど、それが何なのかは全く分からなかった。でもゼロニアスに触れてようやく分かったの。私の前世はミュウだったの。ティラミスの前世が。マシー、私とマシーは古代で待ってたの。古代で戦いで、ん、違うわ。古代の戦いでダークマターは星の並びで停止したことになってたけど、実はそうじゃなかった。マシーとミュウの力で倒したんだけど、普通に倒しただけじゃダメだった。ダークマターから砕けた憎しみが世界に飛び散って、遠い未来、つまりこの時代に復活することが約束されていた。つまり古代での戦いは失敗だったの。ミュウが、私が失敗したの。そしてその時から私は全てを背負う覚悟をした。自らの魂をティラミスという命に変えて未来に送り込んだのよ。ティラミス、君は、マシーが記憶をなくしていたのもオーベムのせいじゃない。マシーがここのポケモンの世界に来る前に、私がミュウがあえて消したの。またマシーもそれを承知の上でこの世界にやってきたのよ。自分が記憶を消されるのを承知の上で。光の水とか対抗策もいろいろ残してたけど、あえてそれに頼らず、相手につけ込まれた上で、さらにその上に行かないと今回は勝てないと思っていた。ダークマターは古代のポケモン。あー、そっか。あ、だからあれか。ミュウ、ミュウじゃねえわ、ティラミスが古代の文字読めたのか。あ、そういうことか。なるほど。負の感情から生まれたもの、その負の感情の一部はミュウを占めている。私がダークマターを許したことでダークマターは消滅したけど、その一部はミュウ自身でもある。つまりミュウ、私自身が許しを得るための戦いだったの。だからダークマターを許した瞬間、その一部である私もまた消滅することになる。消える運命にあったのはマシーじゃない、私の方だったのよ。ティラミス、ゼルニアスにお願いしたの。ゼルニアスの角に触れて全てを思い出した時、私は消えることになってたんだけど、せめてマシーと話をさせてほしいって、それが終わったら消えるようにしてくれって。だから最後にマシーと話ができてよかったよ。なんか変な感じ。私はミュウだけど、ミュウじゃない、ティラミスでもある。昔のミュウとはちょっと違う。ミュウの心で言うと役目を果たせた喜びでいっぱいだけど、ティラミスの気持ちで言うと、私の夢が途中で終わってしまうのが残念なのと、あと君と別れをしなければならない悲しさで。マシー、私、マシーと一緒にいたいのよ。本当はずっとずっと一緒にいたいのよ。でも光が、ティラミス、時間がないみたいだから最後に言うね。この世界はいろんなポケモンたちが支え合っている。許し合って生きている。わがままだった私にそれを教えてくれたのは、マシー、君よ。ティラミス、すごく楽しかった。自分の夢に向かって、マシーに会えて、まっすぐに進んで。ティラミス、待って。本当にありがとう。みんなマシーのおかげよ。私は元気、いつまでも元気よ。だからマシー、お願いだから泣かないで。ティラミスがこんな結末を、記憶があった時の自分は覚悟してたのか。
悲しい思いをすることが分かっていても、それでもやり抜こうと、ポケモンの世界を救うために、そして何より全てはティラミスのために。ティラミス、ティラミス。うわあ、そっか、そっちがいなくなっちゃうんだ。自分が消えるより悲しいな、これ。うわあ、終わった。いや、なんか、あ、そっか、そういう終わり方なんだ。いや、なんだろう、ごめん、急にこの語彙力消失したんだけど。とりあえずゲームクリアということで、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。いや、これ一番最後に言うべきだな、もっと最後で言うべきなんだな。そっか、うわ、マジか。なんか、いや、最後深いな、結構。いや、なんだろう、だから自分が消えるよりやっぱさ、他人が消える方がきついんだよね。いやごめん、もうなんか喋ることができなくなってきてるわ。楽しいハッピーエンドで終わるのかなと思ってたら、こういうエンディングなのか。思ってなかった。いやー、そっか、でもまあ、ポケダンシリーズも僕も結構やってきてますけど、まあ確かに誰かしらはね、いなくなっていくもんね。それが今回ティラミスだったってか、パートナーであったってことか。うわー、うわー語彙力ないからうわーしか言えなくなった。いやー、楽しかった。すごい楽しかったです、本当に。もう僕もあれだね、負の感情というものはどこにも存在するということを胸に抱いて、それを受け入れていく覚悟を持って生きていきたいなと思いましたね。はい。何言ってんだろうな。いやー、そっか。もうティラミスと会えないのか。どうせだったらね、俺も連れてってくれればよかったのに。若干期待したんだよ。なんか、最後ティラミス、なんかさ、画面端で俺がおってさ、ちょっと右側空いてたじゃん。あそこにティラミスバーンと落ちてきて、帰ってきちゃったっていうのを俺期待してたんだけど、そういうこともなく、そのまま行っちゃったか。まあ、覚悟してたもんな、向こうは。うわー、楽しかった、本当に。いやー、ありがとうございましたって感じですよね。やってよかったわ、このゲームは。もうダメだ、喋る言葉ないから、もうスタッフロール無限に見てるだけの男になるね。じゃあ終わるまで黙ってます。はい。
良い時を一緒に過ごしたその魂は必ず惹かれ合い、また会える。いつかきっとまた会える。チ・エンド。うわー、じんときた、じんときたわ。はい、ということで今回でポケモン超不思議なダンジョンを完結とさせていただきます。いや、非常に楽しいゲームでした。本当にもう楽しかった。もうそれ以外の言葉言わないぐらいのレベル。いらないでしょ、いらないでしょ、もう楽しかったもん。ということで、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。